みんな、今からトレーニングルームで大量の S ランクモンスターが出現した際の訓練をするわよ。今忙しい。来週でお願いします。あ、ごめんね、ヴィーナス。私も今から職員室に行かなきゃいけなくて、私抜きでお願い。会長くん、この書類を確認して承認のハンコを押してもらってもいいかしら。できれば今日中にお願い。まあ忙しいことはいいことね。新しい新生生徒会しっかり回ってるみたいでよかったわ。で、クロトは？もちろん私と一緒にトレーニングするわよね。みんな、よく聞いて。この生徒会のフィクサーとして、みんなに重要な任務を言い渡すわ。暇だわ！かまって！仕方ありませんね。前会長、こちらを。なになに？私向きの仕事？何かしら？この書類の向きを揃えておいてください。中身を見る必要はありません。向きを揃え終わったらもう一度確認して揃えてください。よくわからないけど、これは私にしかできないことなの？前会長にしかできません。いろんな意味で。わかったわ。フィクサーである私に任せなさい。あげるから代わって。交渉成立です。はっはっはっ、うまっ。前会長に本物の事務仕事をさせても30秒で飽きて放り出します。検証済みだから、いつも町のパトロールに行ってもらってます。ちょっと気になってることがあるんだけど、フィクサーって結局何なの？要するに2人目の会長ってこと？生徒会長を引退した私は、この生徒会を裏から牛耳る影の権力者になったってことよ。かっこいいでしょ？それってつまり何をする役職なの？裏ボス的な存在らしいわよ。裏ボスって普段は表に出てこないじゃない？つまり普段は何もしてないってことなんじゃないかしら。おサボりのいい口実を見つけたわね。いやよ、書類の確認なんて性に合わないし、だいたいクロトが来る前から書類はアナに任せっきりだったから、今更やれと言われてもできないわ。等価交換は成立してる。文句はない。モンスターからすれば本当に裏ボス的な存在かもしれないわね。出会ったら倒されちゃう理不尽なエンカウントエネミーみたいな。実際前会長がよくパトロールをしてくれているおかげで、リクリエのモンスター被害が抑えられていることは事実です。影の盾役者ってことね。影という割にはめちゃくちゃ目立ってる気がするけど、なんだかみんなに褒められて気分がいいわね。そうだ、クロトも私のこと褒めていいわよ。いいえ、褒めてちょうだい。アナ、おい、来た。これは高級カステイだ。いいんですか？前会長は女神。優秀な人材に適任の仕事を与える。そしてその間、私は町の平和を守る。これがフィクサーである私の仕事よ。会長くん、気持ちはわかるけど諦めた方がいいんじゃないかしら。実際
ヴィーナスちゃんには外回りをしてもらった方がこっちとしても助かるのよ。心配ないわ。この私が選んだ最高のメンバーだもの。生徒会の事務仕事なんて私がいなくてもちょちょいのちょいよ。さあみんな、仕事なんてさっさと終わらせて特訓よ。ほらクロトもそんな顔しないの。大丈夫よ、あなただって私が認めた最高の魔王にして生徒会長なんだから。自分に自信を持ってドーンと胸を張りなさい。あらあら、ヴィーナスにそう言われるとなんか本当にできるような気がしちゃうんだよね。魔法みたいに。会長、ジャストドゥイット。業者が来て生徒会室にワックスをかけたそうです。そうとは知らず前会長がやってきてずっこけて頭を打ちました。こんなこともあるのね。お姉ちゃんびっくりしちゃったわ。記憶とか大丈夫みたいだけど精神年齢だけ子供に戻っちゃったみたいね。やっぱまずいよね。病院に電話しなくちゃ。病院はやー、お注射嫌いだもの。ねえねえ、それよりもみんな、私とかけっこで勝負しましょう。すごい、中身は前会長のまま。この唐突さ、覚えがありすぎる。あら、かわいらしい。ねえ、かけっこってグラウンドで競争するってこと？ううん、勢力で空を飛ぶかけっこよ。お肉は強だろわ。結構ガチなやつじゃないそれ。よーし、かけっこスタートよ。みんな負けないんだから。会長くんに手をつないでもらって本当に子供みたいね。かわいいわ。眠い。くすぐったい。会長の手大きい。じゃあ九条邸までヴィーナスのことよろしくね。何かあったら連絡してくれていいから。私早く帰ってお風呂入りたい。疲労困憊。子供に戻った前会長がここまでとは思いませんでした。それじゃあ申し訳ありませんが私たちは先に失礼します。
さんみたい。気絶してたのね、私。どうりで記憶がないわけね。タンコブもできてるし。いいじゃない、このままで。私、クロトの背中好きよ。大きくて、なんだか安心するわ。ねえ、このまま、ギュって抱きついてみてもいい？いいわね、これは。すっごく安心する。なんだかいい匂いもするわね。もしかしてクロトって、アロマ的なものを放出してたりするのかしら？ま、なんでもいいわね。それよりもっと抱きしめて、リラックス成分を吸収しなくちゃ。上帝までゴーゴーよ。疾風となって夜を切り裂きなさい。生徒会の他の子たちは以前うちまで来てくれたけど、ヴィーナスちゃんは初めましてね。それで、今日はどうしたのかしら？初めまして。私もクロトがどんな家に住んでるのか、純粋に興味があったのと、あと、これです。そう、クロトにタロット占いをするべしって結果が出たから、早速やってきたの。私、昔からタロットで人を占うのが好きなのよ。生徒会のみんなは占ったことがあったけど、そういえばクロトはまだだったなと思って。いいわね、占い。やっぱり恋愛運とか占うのかしら？恋愛運？そういえば恋愛については占ったことなかったわ。みんな将来のことだとか勉強のことだとか、そういうのばっかりだったかしら。まといが恋占いできるのか聞いてきたことはあったけど、結局占わなかったし。ああ、不思議ね。みんな恋愛にも興味がないの？いえ、そんなことはないはず。特にクロト、あなたは今恋愛に興味津々よ。生徒会では両手に花、学園でも生徒会長として女の子に大人気じゃない。私もクロトの本命が誰なのか興味があるわ。ほんほん、母として私もすごく興味があります。そうね、いい機会だからクロトの恋愛運を占いましょう。やり方はどうしようかしら。よし、ツーマインド法で行きましょう。クロト、気になる女の子を教えてちょうだい。え？いない？それは嘘でしょ。あれだけ女の子をはべらせておいて。
仕方ないわね。わかった。じゃあ誰でもいいから、クロトをどう思っているのか気になる相手はいない？なるほど、ヴィーナスね。私？あら、我が息子ながら大胆。いいわ。本当は自分が関わることを占うのは良くないんだけど、今回は特別よ。じゃあ占うからちょっと待ってて。ツーマインドはカードの束から7枚目を上に、さらに7枚目を下に置くわ。それぞれ私のクロトに対する顕在意識と潜在意識を表しているの。要するに、表ではどう思っているのかと、深層意識ではどう思っているのかの二つがわかるってことね。ふんふん。で、この二枚のカードはどんな意味なの？上側のカードは、星の正位置ね。希望や憧れ、理想、ひらめきなんかを意味するカードだわ。ま、これは特に不思議じゃないわね。私はクロトに期待しているし、希望も持ってる。聖騎士としても、魔王としてもね。魔王？あら、そう？で、問題は下ね。潜在意識の方。恋人の正位置。これは要するに、相手の女性は、クロトのことが実は好きってことよ。まあ、今夜はお赤飯ね。私ってクロトのこと好きだったの？いや、確かにクロトのことはよく思っているけど、頼りになるし、強いし、ようやく待ちわびた存在でもあるし。あれ？それってつまり、好きで合ってるのでは？はぁ？私の占いを侮らないでほしいわ。すごくよく当たるって、学園中で評判なのよ。ということは、私はクロトのことが大好きってこと？いいえ、完全に理解したわ。この占いの結果、真正面から受け止めてあげましょう。私は逃げも隠れもしないわ。覚悟しなさい、クロト。全員蹴散らしてあげるわ。消え去りなさい。相変わらずの最強っぷり。私たち必要なかった。まあ結果は予想がついてたけれど、 S ランクが複数出現となったら、さすがにみんなで出動しなくちゃね。私ももっと頑張らなきゃ。クロト、私の活躍見てたかしら。もっと褒めてくれてもいいのよ。いいえ、もっと褒めて。そう、たくさん頭を撫でてくれていいのよ。私頑張ったんだから。何よ、もう終わりなの？ダメ、もっと撫でて。あれ、私の目の前にいるヴィーナスはもしかして幻かな？現実逃避、別に不思議じゃない。前会長は現会長に心を許してた。特に最近は。
お姉ちゃんとしての立場が。何クロト、みんなが気になるの？別にいいじゃない、恥ずかしいことをしているわけでもないし。え、それにクロトにこうされるの私好きだわ。前におんぶしてもらった時もそうだったけど、クロトに触れてもらえると安心するの。ねえねえ、私のこと抱きしめてみて。いいのかって、私が頼んでるんだからいいに決まってるじゃない。ほら早く早く。やっぱりいいわね、なんだか守ってもらえてるみたいでホッとするわ。でもね、ホッとするだけじゃないことに最近気づいたのよ。心臓がね、高鳴るの、ドクンドクンって痛いくらいに。ドキドキしてるっていうのかしらね。ロット占いをした時のこと覚えてる？星のカードと恋人のカードが出た時のこと。私あのカードの意味をずっと考えてたの。どうして恋人のカードなんて出たんだろうって。情熱だとかときめきだとか、実際のところ私がクロトに対して思ってることを考えれば恋人のカードが出たっておかしくないって思った。でもね、こうしてクロトに甘えさせてもらっているとき、私本当に信じられないくらい幸せなの。この気持ちのことをカードが示していたんだとしたら、私クロトのことが好きなんだと思うわ。クロト、私のものになって、私のこともあなたにあげるから、あなたも私にちょうだい。私にはあなたが必要だって分かったの。好きよクロト。え、嬉しい、ありがとうクロト。私も大好きよ。ね、私の占いよく当たると思わない？ちょっと待って、何いきなりカップル誕生の瞬間を見せつけられてるの私たち。サーシャ先輩、生徒会内恋愛は OK なんでしょうか？ああ、弟と妹の成長を見守る姉の気持ちってきっとこんな感じなのね。聞いてなかった。あのヴィーナス、そういう大事な告白はみんなが見てないところでやるべきじゃないかな。何言ってるのよマドイ、大事なことだから大切な仲間に見てもらいたかったんじゃない？まったく、あんたって人はいつもいつも。おめでとう、ヴィーナス会長。ありがとう、マトイ。あなたのことも大好きよ。もちろん、サーシャさんも、アナも。あら、そんな風に言われたら、お姉ちゃん感激しちゃう。ノープロブレム。前会長のサプライズには慣れてますし、嫌いではありませんから。